皆さんこんにちは。おさチャンネル、本日の料理はかぼちゃのカレーにご紹介していきたいと思います。この缶のカレー粉を使いますから、非常に体にも優しいですし、なんでしょうね、これカレーが入ると何でも美味しくなりますよね。みりんと醤油をベースにした和風の炊き方なんですけども、これを入れるだけで全然違ったアクセントになりますから、この料理ではそこを楽しんでみてほしいと思います。さあ、それじゃあ汁があんまり出ないので、お弁当にももってこいなかぼちゃのカレーに行ってみましょう。それじゃあ行きましょう。かぼちゃを切るときは皮が非常に硬いので、包丁をしっかり研いときましょうね。で、今日かぼちゃ4分の1。これグラムにすると500グラムです。大きさは3センチ角ぐらい、ちょっとちっちゃめに切っておきます。生姜はね、すごいいいアクセントになりますから絶対入れましょう。生姜一片って書いてるんですけども、グラム的には25グラムぐらいです。お肉も小さく切るんですけども、これ 100g って書いてある通り、あんまり多くない方がいいですよ。お肉が控えめ、かぼちゃが主役っていうぐらいが美味しいです。それじゃあ調味料もとっても簡単ですよ。酒、みりん、お醤油が大さじ2ずつ、それにお砂糖が小さじ2なので、今日は甜菜糖を入れましょう。なければ普通のお砂糖でいいですよ。そして決め手のカレー粉、パラパラパラっと入れたらこれで OK です。それじゃああとは火加減を中火にして炊いていくだけなんですが、今日これ18センチの鍋、深いものを使ってます。だからちょっとこの辺隙間ありますでしょう。その隙間を生かしまして、こちら豆もやしと人参とニラでナムル上で作っときます。これ下の方に穴が開いてますので、ね、蒸気がこう上がってくるスチーマーになってます。じゃあ1階はかぼちゃのカレーに、2階は3色ナムルということで、一石二鳥のお料理スタートです。はい、それじゃあお鍋から蒸気上がってきましたので、1回ここでかぼちゃを混ぜていきます。お野菜ね、まだもうちょっとですよ。これ蒸気上がったタイミングで1回混ぜておかないと、後でね、時間が経つとかぼちゃが柔らかくて崩れちゃいますので、ちょっと硬いうちの今がチャンスです。で、これ木べらだとカレーなのでね、黄色くなっちゃいますので、このシリコンスプーンおすすめです。これだったらね、色つきませんよ。それじゃあ一回沸騰したらもう一回お野菜戻して、ここからは火を小さくして弱火でいきましょう。はい、それじゃあ火を弱くしてから15分が経ちました。今日ね、ナムルの分量かなり多かったので、じゃーん、やっとニラが汗をかいてきていい感じです。そしてこのかぼちゃなんですけども、ご覧いただけますか、煮崩れ全くなしです。いやー、すごいよね、やっぱりね、弱火の力は。ご覧いただけますでしょうか、こんなに角が尖ってるのに、シュー、緑の皮まで真っ二つ、中はね、シュー、超柔らかいんですよ。だからもうこれで触っちゃうとかぼちゃ煮崩れしますので、こんな感じで完成にしたいと思います。あとはじゃあ火を切ってナムルができるまでは蓋をして余熱で置いときましょう。それじゃあナムルはボウルに移したら、マッシャーでね、ちょっとだけ水分出しておきましょう。ニラから結構ね、水分が出てきますので、これは絞っといた方がいいです。粗熱があって熱いので、マッシャーで潰すのがね、おすすめかなと思います。軽くでいいですよ。よし、そうするとじゃーん、あ、結構汁出てますよね。それじゃあ味付けなんですけども、まずはごま油、この今井のごま油美味しいですよ。そして人参がかなり甘いので、塩コショウはしっかり振っておきましょう。え、そんなにっていうぐらいしっかりがいいです。そしてたっぷりの白ごま、最後にこの輪切り唐辛子をパラパラパラっと入れましたら、これでもうね、本当に美味しいナムルの完成です。一個一個分けるとね、焼肉屋さんっぽくなりますけども、家庭料理なのでもう全部ごちゃ混ぜでいいです。
はい、そしたらこんな風に盛り付けましたら、かぼちゃのカレー煮と三色ナムルの完成です。このお料理がね、お鍋一つでできちゃうんですから、これはいいですよ。